はい、皆さんこんにちは、宮野森です。昨日、大河ドラマ麒麟が来る第2話が、放送されました。タイトル名は道さんの罠、斉藤道さんですね。その内容はと言いますと、尾張の織田信秀、織田信長の父がですね、2万の軍と大きな軍勢を率いて美濃斎藤道さんの、領地に攻め入ってきたわけですね。そしてその斎藤軍はわずか4000人と、もう数でもう完璧に圧倒されている。まあその中でいろいろな戦術を駆使して、織田軍を、圧倒し、そして退けるといった内容の話でした。その中で、まあ斎藤道さんは、息子高政、後の義経に戦は数ではないことを思い知らせてやると、道さんの敵を欺く鮮やかな戦術もさることながら、とりわけ話題沸騰になったのが娘の吉を、そしてその夫時頼澄の対峙するクライマックス、最後のシーンでは斎藤道さんがお茶を立てて飲ませるシーンがあり、本木雅弘さんが、サントリーの緑茶伊右衛門の CM キャラクターを務めていることから、伊右衛門のワードがツイッタートレンドに入り、緊迫感に満ちたこのシーンに本木さんの演技が圧巻、道さんにハマり役、渋くてかっこいい、開演に圧倒された、怖かったなど多くの反応が寄せられていました。本木雅弘さん曰く、このシーンはクランクインして間もない撮影序盤の夜、長時間に及ぶ撮影だったと言います。本木さんは以下のように撮影を振り返っています。10キロくらいの甲冑をつけたまま様々な所作をするのが拷問のようで、茶道の所作が特に大変でした。正直背筋を伸ばすだけで必死なんです。でも顔はクールでいなければいけないので、甲冑の内側は汗をかきまくりでした。人生でも破天荒な父を持つ娘の婿ですので、もし自分が親も子もない戦国の世に生きていたらと思うと、このシーンは他人事とは思えず我ながらゾッとしましたということです。一方、光秀は戦である侍大将の首を落とそうとした際に予想外の出来事に遭遇、あのおじさんとね同じ顔の武将だったんですよね。勝たなければ自分が撃たれる、戦がある限り勝つしかない、これが武士の誉れなのかと苦悩する一幕もありましたと。まあそういうことで、第2話なかなかの、見せ場がたくさんありまして、道さんのね娘の、まあ旦那さんをね毒殺をするといった、シーンがあったわけですね。しかも私もよくあのシーンを見てはいたんですけども、普通にお茶を出す飲ませてるのかなと一瞬思ったんですけども、お茶の量がね異常に少ないんですよね。少ない。であんまりこう薄まると、ああやっぱり良くないのかなって一瞬思ったんですけど、まあそれはねある意味致死量をね、やっぱり上げるためにあんまり入れなかったのかもしれないですね。まあそういったその細かいね描写みたいなのも、何回か見れば、ああそういうシーンなのかと思うかもしれませんね。まあ、戦国時代ですからね、もう自分が殺される、あるいは、もうそのような立場に追い込まれたら、まあ要は仮に味方だとしても、まあ、裏切りは絶対に許さないというような描写だったんですね。非常にこう昔らしい、その内容ね、ストーリー非常にこう分厚い内容じゃなかったのかなと思います。まあ見ていた方からもね、
いや、もう普通にしれっとやってたっていうところがね、やはりこの本木さんの演技力の高さなんではないでしょうかね。次の第3回も非常に楽しみです。これからね、まあ、再放送は土曜日ですかね、あるので、まだ始まったばっかりの、キリが来る、まあ、ちょっと1話目はね、皆さん見てない人もいるかもしれませんが、ぜひ2話目再放送土曜日あるので、興味がありましたらぜひ見ていただけたらと思います。私は NHK の広報ではありませんが、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、では皆さんの、お考え、そういったものを聞かせていただけたらと思います。よろしかったらチャンネル登録、コメント、いいねをお願いします。